プロキオンステークスは日本中央競馬会が中京競馬場で施行する中央競馬の重賞競争である。競争名のプロキオンはコイヌザのアルファ星シリウスベテルギウスとともに冬の大三角を形作る構成。聖賞は地方競馬全国協会理事長賞。1996年に中央競馬のダート重賞路線整備の一環として、 5歳以上の馬による重傷競争として新設され、阪神競馬場のダート1400メートルで第1回が施行された。1999年までは大賀賞の翌週に行われていたが、2000年から夏季開催に移行、合わせて出走資格も4歳以上に変更された。創設当初より外国三馬の出走が認められているほか、中央競馬指定交流競争として、 地方競馬所属場も出走が可能。2005年からは国際競争に指定され外国場も出走可能になった。2012年の番組改定に伴い試行場を中京競馬場のダート戦4 0 0メートルに変更した。またこの年のみ東海テレビ放送から優勝杯の提供を受け東海テレビハイプロキオンステークスの競争名で試行。以下の内容は 2017年現在のもの。出走資格、皿系3歳以上負担重量、別、定2017年の一着賞金は3600万円で、以下2着1400万円、3着900万円、4着540万円、5着360万円。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。コース種別を記載していない距離は、 ダートコースを表す。第26回優勝馬名称数ズが記録したタイム140.9はダート1700メートル3歳以上の JRA レコード隊でもある重賞競争の創設以前にも同名の特別競争が行われていた。なお、JRA ではこれらの競争を前進としていない各界競争結果の出展。ありがとうございます。